Thank you, Trailer Told. Let's start now. 皆さんこんにちは。本作のプロデューサーを務めております光栄テクモで一番いい男、翔智彦です。早速ですが、この映像は2024年7月26日にチャイナジョイで公開した実機プレイのダイジェスト版です。当日見られなかった方に向けて改めて解説させていただこうと思います。なお、チャイナジョイでの映像そのままなので言語が全て中国語になっております。製品では音声は日本語と中国語と英語、テキストについては9言語に対応予定です。では早速ですが、中身についてお話しします。本作では名もなき英雄主人公の目線から三国志の世界を体験していただきます。三国志の物語の幕開け、黄巾の乱がまさに始まろうとしているところから濃密に描いています。あら、どんだ、どこへ行かい。虽不知阁下是何人，不胜感激。可恶，去叫援兵。是。那帮家伙还要来人呢，大家快跑啊，快去避难。两位义士，快随我来。在这里应该就不必担心牵连到其他人了，尽情大闹一番吧，我还有其他事要做，不过我一定会帮助你们逃离此地。目前尚不知此人是否可信，不管怎样，不动刀枪可没法逃脱。これは操作方法のチュートリアルも兼ねた最初の戦いです。本シリーズを初めて遊ぶ方にもお楽しみいただけるようになっています。你们就是贼人吧，休想逃。能放住我，我是挑战的先机，我等义不可坐以待毙，强行突围吧。看来你们多少有点本事，别以为你们两个就能逃走。那里就是吾等要去的关口，既是关口，必有重兵把守。如此看来，哎呀，真是遗憾呐！尔等这些下贱贼人，就在绝望中死去吧。果然被他们抢占了先机，吾等寡不敌众，心中不得不有所准备。皇天大帝，这声音是今且试问。これは黄巾党の兵士たちですね。本作ではこれまでのシリーズでは描かれていない、より深くより濃厚な三国志の物語を体験できます。汝等是否愿为取回被夺之物而奋勇战斗。是。この人物は黄巾の乱の中心人物、張角です。崭新的太平盛世。本作はシリーズ史上最高の兵士の数、大軍団が入り乱れて戦う戦場を実現しています。大将军射死他们。这是味方と共に戦う、自らのアクションの腕を信じて戦うなど、シリーズ最高の一騎当選の戦いをお楽しみいただければと思います。
本作は主人公を操作して戦うことがメインになりますが、特定の条件を満たすことで一部の武将については直接操作して戦うことができます。ということで範囲に切り替わりました。これは無双覚醒という状態です。そしてこれは新しい必殺技絶無双乱舞です。バトルの映像は一旦ここまでで、これはバトル後の会話イベントです。说起来还未来的吉祥阁下道谢了。在下关羽字云长。関羽が自己紹介をしているところですね。与阁下并肩作战却未曾请教大名多有失礼，敢问该如何称呼。主人公の名前は自分でつけることができます。本作では自分が何者なのかわからない状態、記憶を失っているところから始まります。看来阁下也有自己的苦衷，如阁下这般轻盈的身手关某以前还从未见到过，敢问阁下师从何方高人。ゲームの途中ではこのように自分の回答を選ぶシーンがたびたび訪れます。主人公は様々な武将と出会い、自分の記憶をたどりつつ自らの道を歩んでいきます。難怪連自己的出身都无法做大，不管怎样当时有阁下在场真是万幸，对于很多靠身手吃饭的武者来说，只有拿到钱财他们才会出手。一つ目の映像の紹介はここまでになります。ゲームの基本的な流れを解説した映像もありますので、そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。